変わったのは2年前、今の生徒会長が就任してからだ。桃バミキラリ、彼女は改革を断行、上納金やポチミケ制はこの時できたんだ。なかなか面白いことになってるみたいね。かけてる金額も大きいみたいだし、こんな時はトラブルが起きがちだからね。私が見届け人に。まさか勝ってしまうとまでは思わなかったわ。ユリコ、あなたはなかなか強運じゃない。見直したわ。それに比べて頑張ったのに、こんなラッキーパンチに負けてしまった。どうかしら。おはよう、さやか。おはようございます、会長。こちら、ジャバミン・ユメコ、サオトメ・メアリ、両名の計画表です。あなたの負け分3億、支払いの当てはあるのかしら。なるほど。その恐れ知らずがあなたのギャンブルの強さなのね。あなたのような人にはお方はあまり男好きするタイプではないわね。人生計画には向いてないかしら。そう、裏側、月の裏側って見たかしたら本当に宇宙人の基地があるのかもなんてバカな妄想も完全には否定できない。私を人間として見ていない。摘出手術は明日にしましょう。なるほど、確かに自分で自分の目をえぐる様子は見たことがなかったわ。お前が言ったことだろ、もっと喜べよ。ええ、だから満足してるわよ。ご苦労。みだり、あなた生徒会に入…なぜここまでする必要があるんですか。もしも最下層の魚で、これが人間だったら見てみたいのよ。とっても興味深いわ。今なんて言ったの。理由を聞かせてもらえる。家畜に対する態度が許せなかった。さて、私は当主としてあなた方を否定する。文句があるならかかってくるがいい。誰にもない。さて、そうかしら。ばこちらに来て髪を結ってちょうだい。さあ、続きを始めましょう。何？もうレイズはできないわよね。逃げることは許さない。絶対に。お父さん、生徒会長になる。あなたはよく戦った。それが俺の価値。で人生をかけそうでなければ、俺は。まさかあなたにそんな胆力があったとは。首よ。ルーナ、あなたまで人をたぶらかそうというのね。よく来てくれたわね。余計な前置きはいらない。早いところを始めてしまいましょう。だってあなたと初めてこの学園で出会ってから。ユメコ、ここでの生活は楽しい？気に入ってもらえてよかったわ。百花王学園は私の作ったアクアリウム。待って、それじゃやる意味がない。そうかしら。ギャンブルとは勝って得するためにやるものなの？それでも私たちがギャンブルするの。さて、説明を始めさせてもらうわ。占ってみましょう。はい。ギャンブルの名は運命のタロットカード。私の勝利。1枚だけ特別なカードがある。愚者ゼロであるこのカードはジョーカーとするわ。1枚で勝敗が決する運命のカード。常に逆転の可能性があるということね。占いましょう。私たちが真実何を思うか。そうね、現在は夢子、過去は私としましょうか。そんな、会長が決まりね。それでは始めましょう。運命のタロット占いを。はじめ、すべての物事はそうなると決まっているという話。私も同じ。再現性がなく非科学的でも、運命は存在しないと断ずるのもまた非科学的。どんな事象も起こり得ないことでない限りは起こりうる。結局のところ運命とは起きてしまったことをどう呼ぶかという話に過ぎない。なぜ会長がそんなことをしたのかわからないが。お疲れさん。会長夢子、あなたよ。